えー、ケンパーの非常に大きな特徴である、えー、プロファイリングという機能を試してみたいと思いますプロファイリング機能を使うためには、えー、左上の大きなノブをプロ,ファイラーもプロファイラーモードの場所に合わせます、えー、そうすると画面がプロファイラーモードに切り替わります、えー、この時に、えー、今もうすぐに プロファイリングできる設定接続になっているんですけれども、えー、接続方法を一度見てみたいと思います。